はい、2795回始めます、はい、5月28日。なんかさっき1回前のね、介護のところでちょっと喋りすぎたんで時間食っちゃった。ちゃっちゃと行きますわ。行きます。これ読売新聞からですね。埼玉の公立高校で、高額、ね、値段の高い楽器の盗難が相次ぐっていうことで、いやいやいや、まあいろんなものね、今盗まれてますよね。それの一環なんだけど、なんと埼玉の公立高校で楽器ね、新品なら一つ30万とか50万とかね、そういうものがどんどん盗まれてるっていうことで、これまあね、オークションサイトとかで売られてるんでしょう。埼玉県内の複数の公立高校が、学校内で保管している楽器を多数盗まれているということが分かったと。高額の楽器が狙われており、中古品買取店とかオークションサイトなどに売却出品されたものも見つかっているということで、まあ今何でもね、オークションサイトとかね、なんだ、メルカリとかそういうので売れるから、何でも。あと買取業者もありますよね。だから楽器ね、私吹奏楽とか何ブラスバンドとかそういうの分かんないからあれだけど、高いらしいね、楽器ってね、それなりにね、いいものはね。で、川越市の県立高校では今年4月24日未明、物質棟で保管していた吹奏楽部のクラリネットやオーボエ、キーボードなど30点以上が盗まれたと。新品で購入すると30万とか50万とか一つするものばかりで、外から窓ガラス割られて侵入しているということで、手荒ですね。本当に今もうびっくりするぐらいこういうのはあるね。ね、これらの楽器は中古品買取店やインターネットなどで売却、されると。これまで千葉県の中古買取店でクラリネット3点とかね、練馬区の、買取店でオーボエとかネットオークションとかでオーボエ1点が出品されるのが確認されてると、製造番号などから被害に遭った楽器と一致してるっていうことでね、まあ、盗品の転売ですよ、これがもういろんなところであるんだけども、ついに学校の楽器まで手が伸びてるってことでね、今度例えば学校のね、野球部の部が、ね、部室とか入られて、グラブとかバットとかね、例えばそういうのとか、あとちょっとマイナーなね、スポーツでもそうですよ、なかなか手に入んないものとかあるんじゃないですか。弓道部に入って弓とか矢とかいっぱい盗むとかね、フェンシング部に入ってね、いろいろ道具一式盗むとか、剣道部に入ってね、用具一式盗むとか出てくると思うよ。で、外国に転売されちゃったりね、柔道着とかね、なんでもいいよ、ラグビー部に入ってラグビーボールいっぱい盗まれるとか、いっぱい出てくる。あれ一個一個ね、オークションサイトとかね、売ったらそれなりにお金になると思うよ。もう本当にもう、なんていうか、なんでも転売できる世の中だから、恐ろしいよねっていう話、これは、でだからこれはね、まあ、転売規制みたいなのも、必要になってくると思うよ。今の簡単なね、簡単にオークションサイトとかなんとかあるけど、出品者の情報を確実に得るっていうことと、ね、盗品じゃないっていうこと、盗品だった時の規制とかも設ける必要があると思うし、その時のトラブルね、楽器盗まれたのが中古買取店とかで確認されたとしたら、それ責任どうするのかとかね、誰に責任求めるのか。これね、盗まれた高校に戻すのが当たり前だけど、高校が買い戻すって形になるかもしれないし、なんでみたいな形になるよね。なんで高校が盗まれたものを買い戻さなきゃなんないのみたいな話にもなるしね。こういう法整備とかも必要になってくると思うよ。これだけね、転売目的な盗難窃盗増えてくると、本当嫌になっちゃうよね。まあ、マンホールの蓋とかね、水道の蛇口から始まってね、本当にもう何もかも給湯器とかね、盗まれてるよね。あといろんなもの、金属のね、いろんなもの盗まれてるよね、今ね。呆れるね。はい、ということでね、埼玉県の公立高校で楽器が盗まれてると、もう相次いでると、いうこと、お話ししました。はい、チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。